はい、お疲れ様です。本日はですね、仕事終わりのカメラバッグレビューということで、実際に撮影で使って帰ってきたままのカメラバッグをね、開封しながらレビューしたいと思います。厳密に言うと、このバッグは昨日の撮影で使ったまま、家に帰ってきて放置して、気絶してぶっ倒れたみたいな感じで、今日はですね、こちらのバッグを使ってブライダルのエンドロールをやってきました。これは1本前の動画でレビューしていますので、ぜひ見てください。両方ともポータブルエースのカメラバッグになります。はい、これはねすごくいいバッグでですね、主に写真撮影の仕事の時に僕はこれを使ってるんですけれど、なんかコロコロしてて可愛いですよね。なんか、別にね持ちやすくはないんですけれど、移動しながらね撮ったりするのには特に使わないんですけど、はい。で、サイドポケットがすごく薄くて、あんまり何も入らないんで、書類を入れたり、レンズキャップをちょっと差し込んだりするぐらいにしか使わないです。あと、ここ多分三脚ホルダーなんですけど、僕はここにバッテリーを、予備バッテリーを、はい、入れてますね。4本ぐらいだったらね、無理なく入りますんで、なんか電池とか、こまごましたものを入れるのに、ここの三脚ホルダーが使えます。一緒。いやですね、先に言いますと、一番ね、このバッグの気に入ってるところなんですけれど、ここに、ほら。見た？ほら。これ。これ。ほら。見て。ほら。タブレットがね、入るんですよ。ほら。で、まぁ、実際、これで、なんて言うんだろう。よくよく。この状態でタッチ操作っていうのはあれなんですけれど、まぁ、ちょっと仕切りがあって、電車とかでね、データのバックアップとかするのにも使えるし、僕はChromebook を使ってるんですけれど、iPad とか Android のタブレットと違って、まぁ、Windows パソコンとも違うんですけれど、データのバックアップを取ったりするのはね、全然パソコンと遜色ない操作で、できるんですね、Chromebook。だから出先で僕はこの内部ストレージが結構大きいんで、128GB あるんで、JPEG 画像だけは、Chromebook にね、落として帰るようにしてます。はい。それだけで全然安心感違うんで。あとですね、EOS のアプリが使えるんで、Wi-Fi でテスラ撮影できるんですね、これ。まあ、仕事ではやったことないんですけれど、このタブレットをここに入れて、撮ったデータがここですぐに見れるみたいな運用もできるバッグになってるんで、まあ、非常におすすめかなと。いいですよね、このバッグ。めっちゃ可愛い。で、この機能がね、欲しいがために、買ったようなもんなんですよね。ほい。上はね、小物入れ。あ、これ。USB ハブですね。Type-C のハブで、SD カードと CF カードもね、刺さるんですよ。で、ここに USB の、Type-A があるんで、USB メモリとかハードディスクにバックアップを取ることもできますし、マイクロ SD が入りますので、ここに 32GB のマイクロ SD を2枚入れてて、CF のデータをここに逃がして、持っておくみたいな使い方もできるカメラになってますね。で、エレループとかね、ペンはね、癖で入れっぱなしです、クロスも。充電しよっかな。はい、そしてですね、これスクールフォトの撮影で使ったんで、もうね、やることが決まってる撮影はもう僕も、なんか、ズーム2本とかでやっちゃいます。はい。で、クロス、こういうパーシのやつか。70-200 と 1740F4 のレンズですね。昼間の撮影はもうこんな感じです。結構両方ともね、気に入ってて。あとはまあ必須のストロボですね。はい。でですね、ボディがここに入ってるんですよ。うん。で、これは僕、別のところから出し入れしてます。このカメラバッグ、ここもね、開くんですよ。これを開けると、ほい、こんな風に、ボディ2台、
収納できるんですね。かっこよくないですか？はい。レフ機をね、ここに2台で一気にガバッと引き抜けて、こういう風に運用することができます。ここにね、これだけのスペース、本当は多分ここにレンズを入れてほしいんだと思うんですよね。ここにレンズを入れて、あ、バッテリーライトが今切れたな。まあ大丈夫大丈夫。はい、ここにね、多分2470とか入ります。70200かちょっときついけど、うん、まあギリギリ入るかな。 F4 の7200がここに、レンズがだから1,2,3、まあ4本確実に入りますね。ちっちゃいレンズだったら5本入ると思います。で、上に、まあ、レンズをつけてボディも収納できるかなっていう感じになってるんですけれど、だからこれは一眼カメラ用の、一眼機材用のバッグなんでしょうね。だから DSLR っていうのが型番にも入ってます。はい。ただ僕はあのバッテリーグリップを絶対につけてるんで、あの下の機質にはボディを入れるのがちょうどいいんですね。 上だとね、ボディを寝かさないと入らなくて、なのであの僕は下にボディで上にレンズとストロボを入れるという運用をしております。はい。結構ね、あの小規模な撮影というか、機材が少なくていい時はね、もうこのバッグだけで行っちゃいますね。はい。で、すごく可愛くて、あのタブレットが入るんだぜっていうことを自慢できるっていうのが一番のポイントかなということで、はい、終わりたいと思います。ありがとうございます。